2本目。2本目って言っちゃう。言っちゃう。今日は言っちゃう。言っちゃうんだ。びっくりした。杉山の兄貴とね、はい、今日は撮影もしてきたんですけど、はい、他にもね、私、はい、水面下でね、うん、ジャーナリズムだよって言われてるじゃないですか。まあ言ってくれてる人もいますね、はい、でさらに調査をして、はい、その調査した結果を人々に広めるのを、うん、ルポルタージュというのだよっていうね、リレン長ですね。そのルポルタージュをですね、今回やってみたんですよ。で何かっていうと、はい、あの一宮市が、はい、なんか初めて、うん、こう統計を取り出してから、うん、初人口が減少してしまったという、ああ、新聞載ってましたね、うん、あのことについて、はい、どう思いますかっていうのを、はい、いろんな人に聞いてみました、うん、はい、で今メールそっち送ってあるんで、ほう、一方目携帯に、うん、ほうほうほう、ライスが炊けましたね。ライスをですね、ライスミュージックになりますね、はい、そう、ライスが炊けたと同時に、はい、我々の何かが炊けたかもしれませんよっていうね。僕知らないから上がらないですからね、僕はテンションもね。じゃあまず、はい、そのじゃあ携帯に持ってきていいですか、うん、じゃあ見てきてください、はい。最初に送ったのは、市会議員の細谷先生のですね、うん、先生どうなんですか、私減少していますが、うん、そのね、最初に送ったのは、うん、俺が送ったメールは、いや、なんか減ってるんだけど、そんなの、うん、飲食店の人間からするとずっと前から実感してますよ、うん、七夕祭りなんかつまんないじゃないですかみたいな、ね、はい、だから俺たちもそれね、はい、20代中心とした七夕祭りを開催したりとかしていろいろ努力してますと、はい、で市の偉い人たちは、はい、どう思ってますかっつって送ったんですよね、それです。おう、ちょっとおうこういう時はユミちゃんがいてるね。そうですね、ちょっと読んでいいですか。あ、どうぞ。じゃあ、いきますよ。全部一言一句読んだ方がいいですか。が、うん、任せます。ほう、まあ、俺宛てになんか、はあ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 、ちょっとも読んでないので、ちょっと本当にじゃあ適当にいきますね、じゃあね、うん、まあ、馬場さんこんにちはと、はい、こんにちは、うん、いつも話しておられるという YouTube の現状がわかりません。まあね、まあ、マイナーすぎてね、まあまあ、しかしご質問についてはお答えいたします、はい、公開につきましては公平、公正、適正であれば了解です、はい、じゃあもう全部読んじゃいます、ね、いいですね、そうだよね。まず一宮市の人口減少については、はい、僕も大きい問題だと思います。そうだよね、議会でも何回か取り上げていますが。あ、そうなんだ。若い世代や働く世代が、うん、一宮市に遊びに来て住みたくなって、その活気に企業も一宮市に進出したくなる、そんな街づくりをしなければならないと考えています。教科書の通りですね、うん、そのためには情報の発信と共有が重要です。一宮市民が一宮市の良さを知り、うん、そして市内外に発信していただけたらと思います。もちろん行政はそのフォローや情報提供、行政自体の発信はもっともっとやるべきです、うん、ソーシャルネットサービス等の、うん、クラス等のツールももっと行政も使って、うん、市を PR すべきです、うん、すでに自治体間の競争は始まっています。始まってんだ。一宮市の宣伝力と営業力が一宮市の未来を開くと考えております。以上、最初のメール。そう考えるとですね、うん、我々のこの活動がですね、はい、まあね、テレビに出たり新聞に出たりとかしてね、市の外に発信してますからね。そうですね、てかまあ言うてみれば世界中の人がね、うん、見れますからね、うん。2本目の、ね、メールはね、うん、あの一
宇都宮タイムズ。ほう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 。代表。代表。高橋一さん。はあはあはあ。からの返事です。はあ、そいつも行っちゃいますか。ちょっと。ルポルタージュになってますかね、青木さん。ね。うん、あ、こちらも直で行きますね。じゃあ行っていいですか。はい。はい、人口減少はまさに若者離れです。若者に魅力ある都市、楽に子育てができる都市にすれば人口は増えます。皆さんはそう考えると3人いるからね。貢献してますよ ね、 ね、貢献してますよね、はい、少子化されないとダメですね、うん、ちょっと数かぶっちゃうかぶっちゃうかぶっちゃう、はい、じゃあ次、はい、少子化に対する増子化です。子供は増えても経済負担は増えない。逆にさまざまな優遇措置があるなど、市会議員に質問し返ってきた答えを、ん、ああ馬場さんが YouTube で話すという話すっていうね、話すということはまあドキドキ緊張感があってってね、うん、だからこういうことをするのはあのやっぱり市民からの発信ということなんで、うん、すごくいいですよということ、ね、プレッシャーがかかるって、ね、うん、書いてありますね。あの他にもね、フェイスブックやってる議員さんに送らせていただいたんですけど、うん、はい、あんまりあの忙しいからね、はい、昨日の朝方、夜中かなんか送ったのが、はい、まあ、そういったら、まあ、ちゃんと噛み砕いてから送ろうと思うと、うん、ちょっと、ね、かかるかもしれない。まあ、いろいろね、うん、思うことはいっぱいあるんですけどね、まあ、ぜひね、はい、いろいろな人がどう思ってるのか。そうですね、どうすればいいんだっけ、これ結局。結局今この2人の意見を聞いて、はい、感想としては、まあ要するに何だろう、あれホテル細谷さんでしたっけ、最初のやつは、うんうん、まあまあ誰が考えてもみんなあえて、誰に聞いてもみんなあえて帰ってくるんじゃないかっていうことが書いてあるかなとは思いましたね、うん、当たり障りないというか、うん、あのさ、生まれた数と死んだ数が、うん、はい、死んだ数が多かったっていうことの単純なことだけじゃなくて、うん、その働き盛りとかが消えてるから、うん、はい、そのね、うん、家族も丸ごと消えちゃう、うんうんうん、つまり、うん、じいちゃんばあちゃんが残ってて、うんうん、で息子夫婦はどっか行っちゃったっていうことなのかな、まあ、多分減少していくとしたら。そうですね、単純に死んで増えて死んだ方が多いっていうのはありえないですよね、うん、それで人口がそんなっていうのは多分。でもさ、一宮ってさ、縦売りめっちゃ立ってるじゃん今、バン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 。そうですね、奥町とか基礎町とか、はいはい、さ、すっげーできてるはずなんですよ、はい、それでも追いつかないってことはさ、はい、あのどこが減ってるかなって考えるとさ、はい、ニューファミリーは増えてると思う。うんうんうん、それ以上に俺はやっぱ自分の商売の実感として20代がスコーンと消えとると思う、はいはい、みんな学校行ってどっか行っちゃったりさ、就職でどっか行っちゃったりさ、かなり少ないんだって20代のお客さんが。まあ店主が40代だから20代の客が少ないっていうのもあるかもしれないよ、はいはいはい、例えばスポキャスみたいにさ、ああいうとこだったら20代が多いはずなんだけど、それでも俺少ねえと思う、いろんな店見てて、名古屋の店とか見てたりとかすると、はいはい、一宮って20代少ねえな、10代も少ねえなっていう。あ、うん、今度、うん、KOD2 とかさ、うん、バローとか行ったらさ、はい、20代いるかなって探してみるので、はい、なんていないよ。でも僕も正直な実感として、うん、そういう若い子たちはどこで飲んでるのかなとは思いますね。まあ、飲む習慣自体も、外食というか飲む習慣自体も減っているとは思うんですけど、うん、ただそういう店に行けばいいのかなと思いつつ、うん、ね、どちらかというと、まあ、うちはシックの方なので、うんうん、そういうお客さんは入りにくいかなとは思うんですけど、うん、どうなんでしょうね、うん、これもっとさ、突っ込んで調査するとさ、10年後、20年後とかとんでもないことが起きるんじゃないのっていうのがさ、予想できんじゃない、そんな気がする。ただ漠然とした飲み屋のね、はい、親父の勘みたいな感じで、まあ、人の交わる商売ですからね、そういう勘は働きますよね。でも、ある意味俺たち最前線でやってるからね。
まあそうですね、お偉いさんには分からんのですわみたいな、ね、本当ですよね、本当官僚の方々には分からないですよね。ジオン宮の足なんかいらないんですよ、はい、知ってる、ね、お笑いさんじゃない、お偉いさんには分からんのですわ。いやもうぐだぐだになっちゃった、終わりまたガンダムが出てきて話が長くなるんですけどね、うん、まあそういうね、今後もぜひ皆さんね、あの市会議員の先生方がね、いや俺こんな画期的なすごいネタあるよなんてあったら、はい、ぜひ、はい、ルポルタージュね、そうですね、はい、結構気持ちいいですね、ルポルタージュって言うと、ね、結構気持ちいいです、ね、何語なんだろう ね、ルポとか言いますよね、短くしてルポしてみましたって言うことも、ね、言いますけど、何語なんだろう、フランス語っぽくね、まあ、そう言って俺たち調べないでよね。そうですね、うん、ルポルタージュって言いながら、それともあのスマートフォンに手が伸びない、そうそうそう、まあそういうことはね、うん、青木さんに聞こう、そうです、知ってる人に聞いてください、そうですね、それと自分で調べると身になりますね、はい、はいはい、ということで、ね、青木さん以上で僕たちのルポルタージュが終わりです。そうですね、僕たちのルポルタージュが終わりました。言いたいだけ。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。